Hello everybody, Arcane Assassin here. I'm going to be playing Trek to Yumi. It's one of the free month games for PlayStation. It kind of gave me Ghost of Tsushima vibes. I'd probably pronounce that wrong, but I really loved Ghost of Tsushima. Wish I would have done a series on that because it was such a great game. But I'm done trying games out and being like, oh, I should have made a series about that. I'm going to make videos. Might upload, might not. We'll see. But let's get into it. Like I said, this is Trek to Yumi. I'm gonna try for experienced players who like a challenge. Might change it later if I can, but I tend to like to play games on like these on harder difficulties. 真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませんか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。So it's a side scroller. I didn't think it was going to be a side scroller, but not bad. 今日はここまでだ。明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございます。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ。常にな。ヒロキ、無事でおれ。アイカ殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。Dojo training. This is training area near the dojo where you can hone your skills.Oh, it's not a side scroller. Okay. That's just how. こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。
あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがか。アサリ、鈴木、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。Alright, one second. I want to see if I can buy that. Sesshō. Aiko dono. Sono. O kao ga akaku natte oraremasu yo. Ima wa saki o isogimashō. Oishisō dewa gozaimashita ga. I know I have to go up the stairs, but yeah, no, there is only up the stairs. かたじけのうございます。何を気にかけているんだい？こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。誰で困ってんのさ。間違いねえ。僕が森の中にいるのさ。早道がございます。通ればことになるやもしれません。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しください。何も取ってはおりません。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらん。こりゃ参ったな。よし、持っていきな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。We're not thieves.また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギがイザナミを追いかけたようによ。粋なこと言うじゃねえか。ところがあいつはイザナギさえも女房の醜く変わり果てた姿を見て逃げ出したって言いやがった。まあそれも間違っちゃいねえな。そんでオイラもどうせ同じだというのさ。まあ、うまくいかねえこともあるさ。ダウン。けどけ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すものじゃ。ここは一番道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。怪我はありませんか。いや、なんでもね。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませんが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。 It's got a nice vibe.
The camera angle is actually pretty nice. There's a sprint. Hiroki-dono, 今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。急げよ。逃げろ。何者かの襲撃です。I thought he was running away from him. You hear bandits at the gate, and you don't immediately...危のうございます。核のごときやからなど知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか、人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば、先生に会わすことがございません。そして拙者は、拙者は。ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。Yeah, I'm an invisible shrine. Just to save my progress. Health determines how many hits you can take, and stamina determines how many actions or attacks you can perform. I thought that was part of the music. いかにしてわしを止める気だ。I think my square, the squares are... So obviously not the same as Ghost of Tsushima, but pretty decent. I mean, この向こう水なもののふは誰だ？して、手だろ！拙者は侍じゃ！ああ、そうかい。先生から鹿と手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ！これは拙者の誓いし務めじゃ！ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。喉をかっきれ。
誰もおらん。行くぞ。酒を飲みなくて。やったと言うなら今のうちじゃ。I feel like this is boring if I just parry. すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださる。愛子殿が無事であれば。なんてこった。That's nasty. Willog. For secret routes. Stamina upgrades.
あわよ切り殺されるところでした。頼む。伏せを見ないですが。退いてはこれは先生の行いか。Stamina upgrade. Worth it! ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。 I'm not afraid of death.See, but you coming distracted him. Katana ka. Toshihan wo ikanu kozou no te ni ware ga ori yori osanashi. Ware ga oga chichi wo uchitori shi toki yori. Ooh, boss fight. Katana sabaki wo misete miyo.何の修練も積んでおらん。さあ、参る。End of kindergarten achievement. ワッパを切ろうとは、武士の風上にも置けぬ。武士の誇りなど、世は恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、ジジイ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、
アイコが頼んだぞ。先生の名を汚すようなことはしません。I enjoyed it. この妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも。明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は、山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには、血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いません。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めております。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてください。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は、お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。So that was obviously my first. 上川村の者どもでございます。では、奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ、参る。All right. I will save that for the next episode. I am enjoying this. I might play more today and then upload it in a different video. But for now, this is Arcane Assassin signing off. This has been Trek to Yumi. I think I am going to do a series on it. But yeah, for now, I'm signing off. And I will see you all in the next video. Bye-bye.